ジョイ・オブライエン、ジョセフ・マーティン、上位、オブライエン、ジョセフ・マーティン、ジョイ・オブライエンジョセフマーティンジョイ・オブライエン1986年2月17日帯は、アイルランド共和国、ダブリン出身のサッカー選手、アイルランド代表。ポジションは、サイドバック及びセントラルミッドフィルダー。ボルトン・ワンダラーズ FC の下部組織を経て、2004年9月の、 フットボールリーグカップでのヨービルタウン FC 戦でプロ初出場を飾る。同シーズンのボルトンでの出場は1試合のみとなり、経験を積むため、不勝離脱のルイス・マクマホンの代役として2004年12月3日に、フットボールリーグ1のシェフィールド・ウェンズで FC1 ヶ月、貸し出されると、初出場を飾った7日の春式 AFC 戦、2から4で初得点を挙げて、以降、 すぐさま定位置をつかんだことで期限を2ヶ月延長された。その後もスウィンドンタウン FC 戦で2得点目を上げる等の活躍を見せたことから、さらなる延長を望まれていたものの、2005年2月27日のブレントホード FC 戦3から3が、シェフィールドウェズデーでの最後の試合となっており、それまでのチームへの貢献からキャプテンマークを渡された。 2004から05シーズン途中に、ボルトンに復帰した後は、最終節のエバートン FC 戦で、L イコール8ディーフに代わって、後半から、プレミアリーグ初出場を飾り、新シーズンが明けた2005年7月の UEFA カップ2005から061回戦での、戦で、初先発出場して、以来、負傷による不在のニッキーハントの代役として不慣れな右サイドバックで起用されながらも、 定位を確保していたが、順調な最中に手術が必要なほどの膝の負傷から2006から07シーズン全体の欠場を容疑なくされた。2007から08シーズン開始時に、膝が感知した代わりに喉感染症で出遅れることとなったが、9月20日の UEFA カップ2007から08での FK ラボットにつき戦で途中出場して、復帰を果たすと、 その後のリーグ戦では当初こそ半島を控えに追いやって、右サイドバックで起用されていたものの、ガリー・メグソン、監督が就任してからは、シェフィールド・ウェンズデー時代に見せたプレーによって、ミッドフィルダーとして起用され、前半戦のうちの最高の選手だと、太鼓板を押される役を見せていた。しかし、二0八年一月十九日のフラム、FC 戦でのハムストリングの負傷の影響によって、苦戦し、 チームもフットボールリーグチャンピオンシップへの降格危機にあった。2008から09シーズン開幕前にイバンカンポが以前使用していた背番号8を渡され、メグソン監督から最高の選手になれる可能性があると期待を寄せられて、スタートを切ることになったが、2008年10月18日のブラックバーンローバーアッツ FC 戦を最後に膝の負傷からシーズン残りを欠場し、 翌2009から10シーズンも欠場が続く状況にありながらもクラブから信頼を寄せられ2009年10月29日に契約を2011年夏まで延長しているが最終的にシーズン全体を欠場した2010から11シーズンも未出場が続いた後2011年3月9日にリザーブでのチェルシー FC 戦でついに復帰を達したものの トップチームの試合に出られず、3月24日に、フットボールリーグ1のシェフィールドウェンズデーへ再び、貸し出されると、26日のダゲナムレッドブリッジ FC 戦での初出を含め4試合に出場した。シーズン終了後の契約満了に伴い、ボルトンを退団となった。2011年7月30日、2週間のトライアルを経て、 フットボールリーグチャンピオンシップのウエストハムユナイテッド FC と契約する。8月7日のカーディフシティ FC 戦0から1で初出場を飾り、16日のワトフォード FC 戦4から0で初得点にして2005年1月以来の得点を挙げた。2011年12月10日の敵地でのレディング FC 戦でキャリア初の退場処分となる。ウエストハムでは 右サイドバックとしてプレーして、プレミアリーグ昇格に貢献し、昇格1期目の2012から13シーズンも当初は、右サイドバックで起用されていた。しかし、ジョージ・マッカートニーが、期待外れのパフォーマンスに終始していたことで、サム・アラダイス監督によって、左サイドバックへ転向して、以来、大半を、左サイドバックとして過ごしており、2012年11月19日の、 ストークシティ FC 戦でプレミアリーグでの初得点を記録し、2013年1月1日のノリジシティ FC 戦では決勝点を挙げている。1月13日に契約を2016年まで延長した。翌2013から14シーズンは両サイドバックで定期的に起用されていたが、2014年1月29日のチェルシー戦で肩を脱臼したことで、 約3ヶ月の離脱が決定し、5月11日の最終節でのマンチェスターシティ FC 戦まで実戦から遠ざかっていた。年代別代表としては、2005年2月の U-21 ポルトガル戦に出場したことで、U-15 から U-21 代表までの全カテゴリーでプレーした。2006年2月16日にスティーブ・ストーントン監督の下で、 スウェーデ戦へ向けて A 代表に初招集され2006年3月1日の同試合で初出場を飾ると自身のミスでヘンリクラーションにシュートを打たれるもウェイン・ヘンダーソンの構成部によって無失点で試合を終了したその後自身の長期的な負傷の問題によって2008年10月の2010フィファワールドカップヨーロッパ予選でのキープロス戦を最後に代表から 遠ざかっていたが、2012年8月3日に、不祥離脱のショーンセントレジャーの大役として、親善試合でのセルビア戦へ向けて招集され、8月15日の同試合で途中出場して実に4年ぶりに復帰を果たした。2014年5月に、アイルランド出身のモデルの女性と結婚し、挙式にはウエストハムでの同僚ケビン・ノーランとアンディ・キャロルが参加した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。